皆さんこんにちは、無課金プロスペース研究家のフォルテです。さあ、待望のミキサーがようやく解禁となりましたので、こちらをやっていく動画になっております。でこちらのミキサーはなんでこの日なのかっていうのは未だに謎なんですけれども、まあ、補強の大チャンスでございますので、ぜひともオーダーに入らない S ランクがたくさんあるよっていう方はどんどんやっていただければなと思います。よかったらまあ参考になればなってところで、まあ、ガチャのミキサーの引きかな、まあ、見ていただければなと思います。でやっていきましょう。では今回の更新ですね。まずシンクロスカウトが来てますが、こちら無課金の方はスルー推奨となります。まあ、S ランク確定、確率は高いけど確定ではないってとこもあるし、誰が当たるかもわからないので、まあ無課金ではなく課金者の方で、ただただ枚数が欲しい方が引くようなイメージのガチャかなと思われます。で活躍選手予想に関してこれから来るイベントの告知も来てますので、これは次の動画で解説等していきます。注意点、大事なポイントを押さえていただくことで少しでもエナジーの獲得量を増やすことにつながるので、よかったら見ていってください。ミキサー解禁というところで、まず注意点等の話、おすすめ球団とかの話していきます。この機能は、選手を消費することで新しい選手を獲得することができる機能なんですけど、まずやってもいいのかっていうところで、12球団の方であれば A ランクミキサーはA 特訓素材の余裕がなくなると思いますので、まあ、NG、純正の方は A ミキサーも OK っていう感じで、 S ミキサーはどっちの方も OK ですね。ただし純正の方は獲得できる選手が限られているというところで、まあ、これからの追加も待っていただいた方が確実に、まあ、全ての選手取り切りやすいかなっていうところがありますので、まあ、やりすぎは注意っていうところが純正の方 S ランクミキサーであるかなと思います。でどんな選手を投入していいかに関してはこちらの動画で、まあ、判別方法みたいなところをね簡単に、考え方をご紹介しておりますので、よかったら概要欄から見ていってください。以上、無課金の方だったら限界突破は強い選手だったら S ランクでもねするべきかなっていうところがあるので、強い選手は混ぜ込まないようにっていうところが注意点かなと思います。ノーマルミキサーか自陣ミキサーなんですけれど、まあ、これはもう均等に全ての球団に狙いが、まあ、うまいこと同じような数で散らばっている方はノーマルから入っていただいて、まあ、そこから絞り込みで自陣ミキサーっていう流れでもいいかなと思うんですけれども、まあ、個人的には狙いが偏っている球団がありますので自陣ミキサーで狙っていこうかなと思っております。まあ、基本的に大半の方は、自陣ミキサーの方が多いんじゃないかなって感じですね。で改めておすすめ球団ね、12ポジ状態でのおすすめをご紹介していきますけれども、まあ、やはり未だに巨人が、まあ、圧倒的におすすめかな。バランスが良く、リアタイで特にトップクラスに、ね、強い選手が多いのかなっていう印象ですね。まあ、強いて言えば中川選手、投手か、の追加待ちたいところがリアタイ勢悪いかなと思うんですけれども、まあ、今でも十分おすすめかなっていう感じですね。でリーグ的に言うと、広島がかなりステータス高い選手が多く、かなりね、おすすめどころになるかなという印象があります。そしてソフトバンクもバランスよく結構強い選手が増えてきたなといった感じがありますので、こちらもかなりおすすめの上がっているところかなと思いますね。また中日なんかも全体的に使いやすい選手が多いのかなというところになります。ただしここは自分が限界突破できる選手がどのくらいいるのかっていうところだったりとか、狙いの数によってもかなりおすすめ度は変わってくるので、ご自身で考えていただくところになります。でここで注意点はいつ引くべきなのかっていうところなんですけど、まあ、やっぱり12球団の方は特に、まあ、純正の方はさっき言ったんですけどね、12球団の方は、まあ、狙いが当てやすいっていうところは母数が少ないうちなので、なるべく早めにやっていただくのがおすすめになります。ただし、まあ、追加を待ちたいなと考えている選手が、いる人もいるかなっていうところで、例えば、セカンドライト、追加がね、野手まだないので、まあ、ライト柳田選手、待ちたい方いると思います。正直ソフトバンクだと柳田選手の追加があったからの方がよりおすすめの上がるかなと思うので、まあ、できれば待っていきたいところなんですけれども、結構追加がもしかしたらめちゃくちゃ遅い、下手すら7月とかになる可能性があるっていうところがあるんで、そこをちょっとね、まあ、今すぐ補強できないっていうことになっちゃうので、そこは難しいところになってますね。まあ今現状野手7、投手5ってバランスなので、次投手の可能性が若干高いんですよね。まあこれ絶対じゃないんですけど、まあ、そういった過程で言うとかなりライト追加とか遅くなる可能性があります。まあ、去年の日程で言いますと、まあ、TS2 弾がまあ始まるんですよね。まあ、おそらく今年も24か26、まあ、ここから始まることが予想されますので、まあ、ここで13ポジ目追加があったとしても、14ポジ目は TS2 弾の終了後ですね。おそらく2日濃厚なのかなとか思ってるんですが、早くて31、遅くて2日みたいなイメージかなと思います。なので14ポジ目で来てくれる可能性があれば、
まあここで引けるならまあ2週間待つ程度でいけるので、まあ、待つとも一つ手なんですけれども、6月に投入していきますと、去年は6月この一番頭の追加だけしか通常ポジティブがなかったんですよね。次にエキサイティング1段、続けて2段、さらに続けて TS3 段っていう流れで6月のガチャは終了していたので、もし15ポジ目以降に狙いのポジション追加となってきた場合で言うと、この TS3 段が終了したこのあたりですね、今年で言うと7月1日とかが濃厚かなと思うんですけど、ここまで、ポジション追加待たなきゃいけない、そこからやっとミキサーっていう感じになってくるので、まあ、かなり待ち遠しいというか、なかなか補強ができない期間となってしまいます。まあ、この後7月中旬とかになってくると、スピリッツが今年で言うと4100の選手が出てくるセレクションなんかもこのあたり登場してしまいますんで、まあほとんどね、もう時期が近いっていうところもあるので、なんかお得さがねちょっと薄れるみたいなところもあるので、早めにゲットするメリットも考えながら、ちょっとね決断は早くしていただく必要があるかなってところになります。去年もねライト追加に関しては結構遅くて16ポジ目ですねこちらになってましたので、非常にもう遅い時期になってました。はい、というところがありますので、まあちょっと選手がね違ったりもあるんですけど、柳田選手は早かったんですけどね、センターなんで、というところもあるんですが、まあ、7月になるのが怖かったら早めに引いちゃうのも手だよっていう感じですね。まあ、ここは絶対どっちになるかっていうのは分からないので何とも言えないんですけれども、まあ、自分のこだわり次第で決めていただく感じになるかなと思います。個人的には今すぐ引いちゃおうかなって感じですね。アニバーサリーで柳田選手は出る可能性が高いと思ってるので、まあ、そこで狙おうかなと考えております。一応ソフトバンクは3年連続千賀さんと柳田さんが10月のアニバーサリー登場となってましたので、まあ、私立ではまあゲットできるかなと思ったりもしております。今年のセレクションはどうなるか、注目ですけどね。さあではやっていこうかなと思いますが、まあ、ミキサーの前にもし S ランク当たりそうな可能性のあるガチャとか契約書とは先にやってから、やってもらうと自陣ミキサーどこにしようか判断がしやすいと思うので、先に引き切っちゃっていいかなと思っております。さあ、まあ当たんないと思うけど一応ねスキップしちゃいます。おいいですね。はいはい、まあ、やってもらって引いていきます。で今回巨人で僕はやっていきます。やっぱりまあ特にリアタイかな、うん、まあ楽しんでエンジョイでやっておりますので、リアタイ補強をしたいなってところで、高梨投手、高橋優希投手、ビエラ投手、まあ坂本さんですよね、そのあたり欲しいなと思ってます。ってところでまずは第1回目やっていこうかなと思っております。で、ここのまあ選ぶ選手は、まあ今後オーダーですぐ使わないかな、みたいな感じでね、パッと選んでいきます。中島選手はもう極みの持ってるので、まあ継承は可能かなってところで使っちゃいます。さあ行きましょう。1回目です。なかなか緊張しますが。この引きが本当無課金はね、こういうランダムどころでうまく引けるかっていうところ、かつそれで引いた時に、煙突できる準備が整ってるかっていうのが大事なので、いやーここはすごい大事なポイント、坂本選手。あーかぶったね。今年巨人結構当たってるんだよな。ここはちょっと難しいところですけどね。はい、まあちょっと圧縮うまいことできるので、ここ例として圧縮やっていきましょう。さあでは今の菅野さんはすでに極みに持ってるので、今回は称号で S ランクは僕は使いたくないと思ってるのですぐ投入しちゃいます。でこのように自陣ミキサーする場合は同球団の最新の通常選手出ている場合でやれば、その選手投入するとその回は、今回は菅野さんに当たらないことになりますので、同球団の選手がいる場合はうまく合わせてやっていただければなと思います。過去の選手はダメなので、まあ、違うシリーズとかねダメなので要注意なんですが、今回は菅野さん以外の巨人選手が出てきますというところで、ちょっとかぶりが怖いな。今年最新がよく巨人当たっちゃってるのがなんともここに来て怖いんですけど、いやマジか、狙いじゃないとこ来ちゃいましたね。なるほどね。さあ行きましょう。さあというわけで3回目でね、中島選手も極みにすでに持ってるので、こちらは投入しますね。今回は中島選手と、ね、山川選手も極みに持ってるんでね、称号で S は使わない主義なので、こういった感じでやっていきます。中島選手は今回は出ないミキサーになってますね。坂本選手か高梨投手、高橋優希投手、ビエラ投手、ここは特に狙い目なのでお願いします。今回なかなかミキサーきついんですよね。あんまり5回ぐらいで収めておきたいので、あれだな、ちょっとおすすめガチャあんま喋れないな。さあ行きましょう。いや、マジで。今年の引き運ひどいなぁ。エイペックスやりすぎだからかなぁ。ねえ、ことごとく狙いが外れております。
さあ、では4回目ですかね。これ結構渋いですけど、多分ね、あと2回か3回ぐらいしかできないかなって思ってるので、あんま使いすぎたくないんでね、次のシリーズスピ解放もたくさんするんで、とりあえず狙いの1人が1人でも当たれば撤退しようかなと思ってます。でこの選手たちは極みにできる選手たちばかりだったので消費している選手たちになります。いや、ちょっとこれ怖いな。ここまでこんなに被ると思わなかったな。被るてか狙いが来ると思わなかったっていうところで頼む。よしよしよし、オッケー。もう坂本さん当たればもうバッチリだわ。よしよし、よかったよかった。これなら撤退できますね。ちょっとやりすぎは怖いので、まあ一日開けたりとかしてまた引くかちょっと検討してみようかなと思っております。ということで今回はこちらで撤退をします。まあ、まだ2回は引けるので、まあ、まだやってもよかったんですけど、ちょっとね暴走しすぎる危険が、まあ、やっぱりあるので、ちょっと困った時ですかね、悩む時は一旦放置して1日2日開けてからまた考えるっていうのは個人的にはルールみたいなところも設けてるので、まあそれ次第でまたね引くかは考えようかなと思ってます。で坂本さん継承すべきか、多分質問たくさん来ると思うんですけど、まあ、個人的には特に迷わず継承しますね。リーグ的にはミパ同値っていうところもありますけど、結局スピリッツ300アップとかもなるので、迷わず継承が評価になるかなっていうところで、まあ、もしスピ解放すべき方としては、もうリアタイで適正 A にこだわりたいっていう方ですね。リーグの適正 A って、まあ、セカンドセンターキャッチャーとかが A だった場合に、まあ、コンボが出るは出るんですけど、そんなに強いコンボでもないので影響度は低いってところで、まあ、リアタイでとにかく、まあ、美しい守備陣を整えたいとかねいう方だったらスピ解放して使うみたいなイメージかなと思っております。まあ、単純にミパ A 同値適正 A っていう選手ってなかなかこれからもねシリーズ的に出る可能性もないので、レア度的に取っておきたいっていう方は2体持ちみたいなところはまあ検討してもらえばなっていうところですかね。はい、まあ、個人的には2体持ちするような A ランクの枚数とか持ってませんので、特に考えずに継承していこうかなと思っております。ってことで今回以上になります。また活躍選手要素の動画も出しますので、無課金初心者向け動画出すチャンネルになってます。よかったらこれからも見ていただけると嬉しいかなと思うので、チャンネル登録グッドボタンとお願いいたします。ではご視聴いただきまして本日もありがとうございました。